僕なんかそのミステリアスボーイでやらせてもらってるんですけど、ちょうどなんか合ってるなって思ってて、やっぱいいですね。なんかその 赤と青の合わさってるなと思ってて、例えば赤ってのはこう目立つ、一番目立つ色だったりとか、クールだったりとか、いろんな顔になれる色だなと思ってて、カメレオンみたいな表現とかをしたいなってアイドルとしてって思ってます。いや、紫っす。確かに紫のままがいつかいいかもしれないです。割と気に入ってて、紫がしっくりきてます。そうですね、しんどかったのはやっぱダンスと歌が未経験だったんで、それが一番初めはしんどかったんですけど、やっててよかったのはやっぱりこう2年やってキュービックとして2年やってて、応援してくれた人がだんだん増えてきて、でステージもだんだん大きくなっていって、でそこに来てくれてるファンの皆さんの笑顔とかを見たときは、すごいやっぱやっててよかったなって、誰かのためになんか頑張ってるのっていいなってやっぱ思って、そこがやっぱやっててよかったなって思いました。僕は結構つらかったことってのは、自分の中の例えば最初のデビューライブとかって結構すごい緊張しちゃって、自分の中で点数が低かったんですけど、そういう時にやっぱ結構自分のこと嫌になったりとか、あと認められなかったでも最近はちょっと胸張ってできてるなって思ってて、良かったなと思うのはやっぱり、ね、自分のライブを見てくれた人とかが、その明日じゃあ頑張ろうとかそうやって思ってくれるのがやっぱめっちゃ嬉しいですね。セブンミニットパープル担当の東堂樹月です。12月26日のワイワイライブに向けて僕たち今頑張ってるので、絶対に期待を裏切らない、もしくは期待を超える以上に頑張るので、よかったら足を運んでください。ありがとうございます。キュービックのりっかきわはるです。僕はですね、非常に人見知りで陰キャラなんですけども、僕のことをこう Twitter とかインスタでフォローしてくれたら、きっと笑顔になれるはずなので、よかったらフォローしてほしいですし、母性くすぐるようなキャラなんで、一応よかったらフォローしてください。